はい、こんにちは、ブルーホースです。アシュリー、やばいやばい、もう行き入っちゃってやっと起きたのね。あなたも行っちゃってからもうずっと寝てるんだもんって言ってね。はい、ということで今日の私の本日のお供はですね、今日の本日の私のお供、なんか2回今日散ってるよね。うん、相変わらずおっぱいがありがとうございます。うん、白桃とみかんでございます。はい、のど飴ね。うん、という感じで実況者もこんな感じなんで、皆さんね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押しながらですね、ぜひ好きな食べ物と好きな飲み物を持ってですね、はい、ゆっくりと、まあ、秋の夜長にしっぽりと見てね、初夏、今は初夏、夏に差し掛かってきてる。うん、初夏、それは仮面ライダーということで、失業仕掛けのレオンさんなんですがそれを聞いて、ならあなたの仕事を奪ってやろうじゃないのって、もう悪い女の子がいるんですけど、こんなのよく動いたな。まあ、寝心地は悪くなかったな。いや、寝心地が悪くなかったかどうかはあなた気絶してたから分かんないでしょ。おう、あ、ちょっと待って、今さ、あ、なんだこれは、トラディション、後ろにあれだね、ルイスのタバコがあるね、あの写真の裏に。うん、気になる方はまたちょっと画面でも止めてじっくりと見てください。何を食べてたのか、食べてた、釣ってたのかが。あと、ここにアイテムは特にないぽよということで。おーにゃー、こんな大層な研究所を渡したことが運の尽きだったな、朝ドラーでん。あれ、ちょっと待って。自動で閉まる仕組み。違う違う、こっちこっち。ということで、お登りください。アシュリー、お前、いい、ケツしてんなぁ。さあ、2周目がね、一体どのくらいのタイムでね、まあ、とりあえず、まず7時間範囲内クリアっていうのは、まず間違いないだろうな、っていうふうに思ってるんですけどね。うん。やっぱり5時間半、じゃあ7時間半じゃねえ、7時間以内のクリア、あれあったあったあった。Never been better. Never been better. あれ、これ開かないのか。そう。で、それはいいんだけど、うん、やっぱ5時間半以内のクリアっていうのはね、ロケランを手に入れてから、入れるまでのね、時間がちょっとかかりすぎたっていうのもあったから、まあそこはね、まあさすがに、それまでこう、実況で皆さんお付き合いくださいとかってやらない、やれないっていうか、やらないっていうかっていう感じなんで、まあ裏でしっぽりと一人でやっときます。はーい。ちどん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 。She's not the type to roll over that. Ding. 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 あれ、もういないっけ。あ、めっちゃ生きてる。Ding. Okay. Ding. そう、ガッツポーズしてる、アシュリー。さ、じゃあ、アシュリーちゃんが降りてくる瞬間のね、プルンプルンを見、あ、ちょっと見れない、見れない。ほら。見といてみんな。よいしょ。プルン。もう一回。ミキ。プルン。あんま見れなかったね。ほい。これは見れるんじゃねえか。ほーら、プルンプルンしてる。ねえ。脂肪は正義だよ。やっぱ、なんかさ、カロリー高いものってさ、やっぱなんだかんだ脂質が多かったりするじゃないですか。こっちの方いたんだ。あ、いたね。うん。ねえ、やっぱり、油って正義なんすよ。もう、なんだ、オズモンド。はい、15代目で、徳川家康と一緒です。終わりです。徳川家康が終わるわけじゃない。徳川家康はもう初代で終わってっからね。徳川家と一緒。まあ、いつまでもね、そんなね、繁栄し続けられるなんてことはね、まあ、なかなか難しいんすよ。さて、登ります。いや、でもやっぱなんかこう、難易度が上がるだけでさ、こう、なんだろう、一応無限武器使ってはいるもののさ、緊張感というか、まあ、ハードさっていうのはそんな変わらなかった感じするよね。難しいは難しかったよね、結局ね。あれ？もう終わったっけ？2体ともいけた？うん。いけてるっぽいね。あれ、こっちしゃがまね、しゃがまね。なんで？いるっけ？あ、いた。ほい。ナイスショットだろ？俺ってばよ、うまいんだっぺ？オープンセサミー。
なんだ、黄金エンガー。さあ、サードラー、こいつをぶちのめしたら一体どのくらいでいけるのかってとこだよね。ロケラ一発で死ぬのかな、原作と一緒で。ってなればやっぱ過去のね、作品と比べて、すごい、ロケットランチャーの威力は原作通りっていうんでありがたいけどね。さて、回復、回復、イージーマン。で、ルイスの鍵、ルイスの鍵はなんかこう、取っときたいよね、なんか、記念としてね。あー、ここら辺ちょっと待って、振る前に、後でやっておけってか。いや、やないやない、全部もうこの場でやっちまうだ、組み合わせるだ。これ2個、で、これ2個、あ、違う違う、もう1個。で、こいつだね。ほい。オッケー。で、くぼみ、どうしよう。こいついいか。くぼみちゃん。あ、2つだけ？あ、以上っすか。はい、了解です。Welcome. トレードできない。え、しまわないで、しまわないで。ほい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 。これも売るかどうかね。売らなくて。え、全武器改造ってミッションあったっけ？改造しきらないといけませんみたいなミッションなかったっけな。ないならそのままでいいんだけどね。で、吸血スプレー手持ちはいらないな今のところな。ブラックバス食うか。違う違う、食うんだ。売らないって言えば。で、こいつ、こいつ、でーてん。あ、まだマチルダもらえなーい。Come back anytime。いつか戻っておいでーな。く。あ、レッドハーブが2個ある。Anytime。Anytime。よし、じゃあ行こうか。チュキン。おいー。あ、抜けていきやがった。スイッ。行くともしない。すごっ。さらば、アシュリー。Stay here. 俺は新しい女と、いや、古女房と付き合うことにした。OK。心よく承諾していただきました。よいしょ。早いな。これでもすごいよね。下さ、鉄板だったじゃん。ほら、足の骨折れないんだよね。気絶してるからさ、普通に、やられてんじゃねって思ってる。そして気づかない。いやー、なんかこういうシーンってなんかあるあるだよね、なんか。で、気づいたらいるみたいな。いいか貴様、お手は伸びるもの。多分あれだね、こういうそこの腕が伸びるバージョンを多分 A 大編で戦ったりするんだね。で、銃よりも物理の。あ、今揺れなかった？プルンってならなかった？ついにおっぱいが揺れるようになったか、A だ。よかったね、巨乳化して。スカートも短っ。おのれとか言うもんね。貴様じゃなかったって我ら一つと。いや、ちょっと遠慮します。おっさんと融合するのは勘弁してほしいな。だって背中にそんなものがウニュウニュ生えてくるんでしょ。まあ、バイオのこう長年の疑問だけどさ、人間からこういう姿になっていく敵キャラっていうのがどんどん増えてるじゃないですか。バイオ4くらいから。5、6もそうだしな。どうやって元の姿戻んだろうねって思うよね、毎回。うわーキャーくるっと。さあ、エイダ。あ、エイダ見えた。ほい。あれ？待って、死なない。あ、ちょ、やばい。あ、って。あ、死んだ。なんだ、自分がダメージを受けていたことに気づかなかっただけか。あ、これ、いや、一撃で死んでたってこと？あ、あそこの上は無敵タイムで、でも下に落ちたら HP がなんか、1万あったら0になってるって、そういうオチだったのかな。なるほどね。やっぱ秒殺でした。はい。ということで、本編クリアでございます。ありがとう。まだ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 。最後のミニゲームが残ってたからね。これはでも、どうなんだろう。エイダの出す特殊の、あれを出さないとダメなのかな。だから、原作と違って最後の特殊ロケットランチを持って帰るってことはできないっていう感じなのかな。どうなんでしょう。まあ、やるだけやってみっか。あれ、おめめだもんね。ご神体、ご神体。ういー、違う、終わったわ。あれ終わったわ。あれ、特殊弾なし。そういうことっすか。庭所杖、お返しまーす。
これで来世に SM プレイするんだな。エクスペクトパトローナーム。どっちかというとクルーシーようになってるな。うん、じゃあ終わりっすね。はい、いや本編無事クリアっすね。まあミニゲーム残ってるけど、ミニゲームもさ、なんか1ダメージも食らわないでクリアしなきゃいけないってのがあるけど、あれゆっくりでもいいのかな。ほら、あの後ろから水が迫ってきてるっていう演出があったじゃないですか、原作の時って。あれがないんだったらゆっくりとダメージを食らわないように慎重に慎重にいきたいけどね。飲み込まれて死ぬとかなんかありえそうだもんね。あー取っちゃやだ。まあこれレオンが拾ったところであれだもんね、どうしたらいいかわかんないもんね、こいつを。ルイスと繋がってたのかって、ここでルイスと繋がってたかどうかっていうこと、あのあえて聞かないレオンの優しさね。あれ A だって左利きだっけ。あ、プルンプルンしてる。あえてこうさ、ほら揺れてる揺れてる、超揺れてる。なんかもうほんと熟年夫婦の会話だよね、これね。 I see. やっぱり若い女のところに行くのねっつっていやこれ見えてるでしょ、もう乗り方がエロすぎる。絶対ヘリの運転手さんさ、鏡越しに見てさ、あ、黒とかって言ってると思うで。 Very cute. Cute. Cute なんだ。 Cute だけだったっけ。じゃあ、おかえりボーす。バイバーイ。じゃあね、レオン。あ、来た。あたしの方が好きでしょって。あたしの方があなたのこと好きだものって。どうして彼女は。あれ、あそこ助けてくれたの記憶があったってことか。うわー、落ちるー。降ります。時間どうなってるのかな。下へ参ります。またのお越しを。そうそう、なんかこれの、なんかどっか行く途中に壊さなきゃいけないサロンジュールがいるらしいんだけど、どこにいんだろう。よし行こう。あ、てか待って、なんか時間若干短くない？はい。で、教祖様を失った雑魚がいっぱいなんかウニウニしてるらしいんだけど、どこだったっけ？なんかちょこ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 言うのかな。どこら辺にちょこ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 言うのかわかんないからぴょーん。ついといて。はい、しれっとお手手をつなぐ。いないのかですよね。痛い。そうか、ご神体がいなくなったから。あれ、どっかないか、どっかないか。あ、いた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 。よし、オッケー。苦しんでる。こいつら無視でよかったんだね。無視は無…もうこれ言い飽きた。まだ苦しんでる。あー、ちょっと待って、あと1分しかないぞ。これ大丈夫なのか。起き上がってきてるよね、あいつ。やばい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 。ウニュウニュしてる、ウニュウニュしてる。あ、なんだ、ただの飲みすぎか。今吐いてたわ、普通に。ただの飲みすぎだったらしい。あん中に寄生体いるんだ。もうちょっとゆっくり見れたらいいけど、ちょっと余裕がないかもしれないので。さあ行きます。I love it! よかったぜ。さあ行こうぜ、ウォーターワールドの時間で。ドライランドへ帰ろう。タタ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 タ。危ない。うわー、ちょ、何も見なかった。長え。ローディング長え。ま、という夢を見たんだ。はい。ということでやっていきましょうか。なんであんなとこで中道になっちゃったんだよ。ウォーターワールド、ドライランドとか行ってくからだよ。マーリナーヘレーン。
やばいやばい、後ろからディーコン様が追いかけてきてるかもしれないからね、さっさと逃げないと。こっちが寄っといた方がいいのかな、初めから右に。トゥ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 、やっぱ難しくなって、あ、削れた。もうダメージ受けたことになる、これ。ういっ、何もなかった。いやー、まさか夢の中で夢をまた見てるとはね、思わなかったっすよね。うん、なんかそういう映画あったよね。パビリオンじゃなくて、なんだったっけね。なんかあったよね。うん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 。マジかよー。なんでさ、初実況プレイの時はさ、一発クリアだったのに、2回目のプレイの時の方が下手くそになってるわけ？やばいよね、もうこれ。これ一回死んだ方がいいんじゃねえか？う？よいしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。おい、オッケー。もうダメージ食らっちゃってっからさ、あれは無理なんだよ。無限編、いやーっ、やばいやばい。もうあと一回でもダメージ食らったら終わるのに、終わるのに。よし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 。で、これでやったクリアだーって思わせておいてからの、おおおお。あ、画面が固まった。What happened to me? あー、終わったわ。まさかのハプニング。そうっすか。じゃあさすがにちょっとカットするわ。はい、ということで戻ってまいりました。いや、まさかね、固まるとは。で、その裏でね、あのカプコンへ報告するためのレポートが自動で立ち上がってたわ。ということで続きやっていきましょうか。いやー、まさかあんなことになるとはね。うん、いやー、何よりもパソコンのスペックがラスボスだったっていうね。いや、もうさすがにね、もうさすがになんとかなるでしょうと信じてる。うん、いや、わかんないけどね、わかんないけど。あ、なんか時間がちょっと短くなってる気がするんだよな。これはでも普通にいけんのかな。こっちでこういっていけないですね。で、沈み方がシュールなのよ。沈み方が超シュールなんだよな。やっぱこれ加速をちょっとゆっくりにして、ゆっくりにしてって意味がわかんないな。加速しないで、行くしかないって感じなのかな。超下手くそになってる。あれ、俺こんな乗り物、別に、乗り物ゲーとか下手じゃないんだけどね。マリオカートとか超得意だし。嘘です。乗り物ゲーはあんまやんないな、そもそもな。レーシング系のゲームをあんまりやらないっていう。昔DD コングレーシングとかさ、あとなんか、ミッキーの USA のやつとかやってたけどね。マリオカートも Wii になってからやったのかな。うん、さあ、とりあえずまあ時間稼げるところで稼げておかないと。結構時間ギリギリだった気がするんだな。ほい、これ、この箱は当たっても大丈夫なのか。大丈夫、あ、大丈夫なんだね。で、渡ってきたところを、これどうやったら回るんだろう、スチーム版のやつね。ほい、あ、やばい、削れた、大丈夫。あれでもダメージは減ってない。ダメージが減ってないって言い方おかしいな。ダメージは受けてない。あー、受けちゃったよ。やばい、沈んだ。あー、なんかダメだな、苦手だな。超下手くそになってる、ごめんなさい。収録時間を稼いでるとかそんなんじゃないです。単純に俺が下手くそなだけだ。ごめんね、みんな。何回も夢見させて。そろそろ現実に戻るための準備するわ。頑張るわ。うん。スプラッシュマウンテンやっちゃうから。うん。スプラッシュマウンテンもさ、ほらさ、最後の急流滑るまでのストーリーって結構長いじゃん。急流滑る瞬間さ、ほんのさ、数秒だけどさ、やっぱ登るまでっていうのがなんかね、10分くらいかかるじゃん、あれって。うん。それが楽しいわけだから。ということで、スキップー。後ろ振り返ってる。うるさいって言われた。ほい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 。ほい、オッケーオッケー。あ、痛い、大丈夫。大丈夫。
こんなダサいエージェントの操縦見たくないよね。うん、それ俺も思ってるから大丈夫。これ本当どれを押したらなんかくるって回るんだろう。なんか誰かがなんかくるって回ってるの見たことあるんですけどね。痛い。これは大丈夫なんだ。結構でもシビアっすね。よいしょー。ほい。これビビるよね、普通にね。ててで、初見プレイの時はよっしゃクリアーって思ったらまだ終わってないってなったら、もう危ないよね。ウィーよっと。一回梅田さんのタイムアタックでも見てみるか、これどうやって操作してるのかっていうのね。まあ、あの人陣地超えてっかんね、ほんと。かっこいいよね、あそこまでのレベルでいったらさ。ズドーン。やばい、上から、親方、石が降ってきてる。やばい、見えない。見えない。いて。削ってる、目の前に。あ、これ飛ぶんかい。え、楽しんでる、もしかして今。笑ってた、キャハ。お前余裕だな。おめえさん余裕だな。あ、でもこれさすがに横が難しすぎるから、後ろから水が追ってきてるっていう演出はなさそうだったね。あー、何回死んだここで。5回ごめんね。ちょっと深い階層まで降りてってしちゃったよ。なんだったっけ、トライセプションじゃなくて、トライセプションあれだ、なんか筋トレのあれだな。なんだっけあれ、エクステンションも筋トレだな。なんだったっけな、インセプションだ、思い出した。インセプション、夢の中に入っていけば行くほど、なんか精神の時の部屋みたいな感じで、だから現実世界では、その5秒くらいしかやってないんだけど、1つ目の階層の夢でなんか10分進んでて、2つ目の夢の階層の中で1時間進んでみたいな、そんなね、何の話してんだろう。まあそういう感じでしたわ。はい。ミッション accomplished。あ、君をね、ボートで返すまでまだ終わらないのよ、つって。Thank you for saving me。ああ、なんのこっちゃ。うん、大丈夫。水に濡れて、あの君の大事なところが透けてない限り大丈夫ですよ。Have you assigned to my detail, if you're interested? その前に目の前をオープンしていただけないのか。胸元をバストオープン。あ、Even if you could use a lesson in knife safety. そこを笑っていいところなのかな。いやでも昨今の事情でさ、パンチラがなくなってさ、あからさまな谷間を見せれなくなったって、ほんとせちがらい世の中だよね。それがあってのバイオだったのにさ。皆さんどうやっす？ほら、ハニガンが怒ってんじゃん。ねえ、私もそっちの早っつって。Leon, だってレオンはあれだよ、18年越しにまだハニガンの連絡先を教えてもらってないから怒ってんだよ。誰が繋ぐかっつってね。はい。ということで、すいません、最後の最後でまさかのぐったぐだのボッテボテになっちまってね、本当に申し訳ありませんでした。ということで、バイオハザード RE4 2周目無事クリア。まあおそらく7時間以内のステージクリアは、最後あんだけ時間を使ったもののできてるんじゃないかなというふうには思います。できてなかったらもう裏でめっちゃ頑張るわ。ね、大変だけど裏でめっちゃ頑張るわ。うん、だって普通にプレイしても多分3時間とかね、あのもう無限ロケラ手に入れて、あるとあらゆるアイテムとか敵とか無視していったら、なんとか3時間とかでいけそうな予感はしなくもないけど、うん、だってゲームマスターのさ、梅田さんが1時間半かかってるわけでしょ。うん、まあ、1時間半切ってるからさ、まあもう1ヶ月くらい前の話だけど、1ヶ月は言い過ぎが、ゴールデンウィーク入る前くらいで、なんか1時間29分か8分かのタイムとか出してたけどね。そう。まあそんなこんなでね、別にタイムアタックはなんかこう遊び方として僕はあんまり面白くないしなっていうか、個人の感想だけどね、と思ってて、見る分にはすごいかっこいいなと思うけど、自分はできないから、できないことってなんかやっぱ面白いと思えないじゃないですか。勉強とかと一緒でさ、理解できないさ、数学とかさ、あの理科とか社会とかの問題をさ、解こうと思って取り組んでても面白くないのと一緒でさ、できないプレイでゲームやるのって面白くないからね。だから自分ができる範囲で、まあ、ゆっくりとしっぽりとね、あのいろいろと、まあ、みんなとこうやってゲーム実況としながらキャッキャワイワイやっていくっていうのがまあ面白いかなっていうふうに思ったりしますけど、うん、まあ人それぞれのね、ゲームの楽しみ方っていうのがあるから、ね、そこは結構自由でいいんじゃないかなっていう。だから、ね、僕はまあ最近はこういうバイオハザードとか、まあ、他のゲームは自分でやったりとかするの好きだけど、一時はね、やっぱ自分でやるよりも、なんか誰かがこう、知ってるゲームを騒いでやってるのを見るのとかすごい好きで、なんかキヨさんとか、ね、あの、最終兵器俺たちか、あの、富士とコウスケが、ね、一緒にやってるバイオハザードリメイクとかめっちゃ好きだったもんね。
ああいうのまたやってくんないかなと思うけどね。最近そういうバイオ系のね、あの方の実況って、サイオレのメンバーやってくんないからね。だ富士とかがさ、あのゾンビとかが出てきてめっちゃ叫ぶシーンとかあったらすごい面白いんじゃないかなと思うけど、そういうのもないからさ。うん、ね。だそういうのを見たらね、面白いのにな。やってくんないかな。ヒラさんに関してはね、なんかヒラさんって言ったらさ、なんか富士とコウスケだけなんか呼び捨てしてるやん、お前ってなるけどね。まあ、一か別に。Excellent. 藤コウスケに関してはね、あれだヒラさんもサイコパスだからな。バイオとかやったらなんかもう、アメリカ版、北米版とかやって、こう、すべてが砕け散るまで、ひたすら一つの一体を打ちのめしてそうな感じするけどね。これなんかあれらしいっすね。あの、エクセラがすごい目立ってたけど、実は、いつだったっけ？アンベイルドエディションとリベレーションズか、リベレーションズの雪山のクリスの写真も写ってるっぽいですね。まあちょっと戻って見ていただけたらと思いますけど。数十億。この頃って今60億人くらいの人口だったかな。今80億超えたんだっけ？ちょっと前に70億超えましたっていうニュースだったけど、あと4月くらいにさ、あのインドの人口がついに中国抜いて世界一になったみたいなニュースなんか流れてなかったっけかな。その時のエイダのあれだよね、心境ってどうなんだろうね。カシオとか思ってんのかな。いやー面白かったっすよね。やっぱりバイオって1周目のそのドキドキ感を楽しむっていうのもすごく面白いけど、2周目以降でさ、これまで散々苦しめられてきたステージとか敵に対してさ、こうサクッとこうクリアできるし、なんならちょっとした復讐心を持ってさ、うりゃーってやる感覚がこうちょっとたまらないっていうのが、なんか個人的に好きなんですよね。うん。でもそれ以降、それができるのがさ、4、5、6とかじゃないですか。ね。まあ、7、8とかもだけど、まあ、あの、0、1、2、3は、その、なんかこう、無限武器とかを手に入れて、無限ロケランとかさ、あの、サムライエッジの無限バージョンとか、そういうのを手に入れて、ようやくできるっていう感じだから、まあ、そこまでのハードルが結構高いんですよね。でも、バイオ4に関してはさ、金さえ貯めりゃなんとかなるから、まあ、今回のね、こう皆さんに見ていただいたこの2周目のシリーズに関しては、チャプター4か5くらいでようやく手に入れた感じだったけど、まあ、それでもね、あの、そこからサクサクね、進んでいったっていうところだったんで、まあ、でも何よりもデルラゴがしんどかったね。デルラゴがあそこまでちょっとやられるとは思わなかった。ていうか、今思えば水上でよう、めちゃめちゃ苦しめられたっていう感じがした。最後のジェットスキーもそうだし、ね、マリナーだったらあんなジェットスキーとかいらないで泳いで帰りゃいいんだけど、やっぱ、あの、レオンはね、あの、もともと、バリーと臨んださ、あの、ゲームボーイのバイオハザードじゃ泳げなかったから、あの、泳げるようになってまだ5、6年しか経ってないんだよね。5、6年しか経ってない状況の中でさ、あんな、太平洋か大西洋だか分かんないけど通ってアメリカまで泳いで帰るけど、さすがに無理か、まあ普通に北島康介でも無理。まあそんな感じですよね。はい。いやまあでも楽しかったな。でこの後なんかもう一周くらいなんかこうのんびりやるバイオRE シリーズをこう皆さんと一緒にやっていきたいかなと思います。そのハードコアクリアしてとか、プロフェッショナルクリアして無限武器手に入れましょうとか、なんか、あの、そうそう、猫耳手に入れましょうね、無限武器手に入れるとか、なんか、軽減の鶏のやつ手に入れましょうとか、そういうのはもうなんか裏で手に入れるようにやっちゃおうかなっていうふうに思ってるんで、まあ、そこは、あの、なんだ、ちょっとこっちで個人的にシコシコとやらせてくださいというところですね。はい。まあ、だから皆さんとこうちょっとなんだろうな、村観光ツアーとかお城観光ツアーとかさ、孤島でバカンス楽しみましょうツアーみたいな感じのをこうちょっとね、うん、現地の人を交えながら一緒に楽しんでいくっていうシリーズをアマチュアくらいで楽しめたらなっていうふうに思ってますね。もうアマチュアでゆっくりさ、なんかあの敵から攻撃を受けても、攻撃を受けなきゃいいんだけど、受けても大丈夫なくらいな感じでゆっくりゆっくり遊ぶのがこうなんかやりたいよね。で、まあ、そこでさ、みんながさ、こんなこと喋ってほしい、あんなこと喋ってほしいとかって言ってもね、まあ、こんなんライブでやれよっていう話なんだけど、ごめん、ライブはやってみたいんだけど、あ、ちょっと環境的に難しいんだわ。どうせやるならね、3時間でも4時間でもね、まあ、もしかしたらあの徹夜でもやってもいいのかもしれないけど、まあ、いかんせん僕がやっぱりあの一般のサラリーマンで、
仕事が毎日ね、あるっていうのと、あとは、やっぱり、次の日が休み、まあ、例えば金、土とかでね、休みだとかだったら全然平気で、平気なんだけど、別にね、やってもいいんだけど、まあ、隣のね、部屋でね、まあ、嫁さんとね、娘ちゃんが寝てるから、それをやっぱ、夜中の2時、3時とかね、明け方の4時、5時とかで、このテンションで喋ってたとしたら、まあ、ふざけんなって。俺が逆の立場だったら絶対嫁に対して思うもんね。うん。そう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 。まあだからね、こういうスタイルでもいいよっていう方はぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押しながら、まあゆっくり毎日ね、まあ6時半に毎日投稿してますんで、まあわずかな時間ですけど、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいかなっていうふうに思いますね。はい。ぜひ、お願いします、お願いします。喋ることが尽きてきたぞ。カットが、まあ一回もう一周目でこのエンディングロールもみんな見てもらってるもんね。よし、じゃあ一旦カットしましょうか。ということでカッツ。最後のハニガンのカタカタのお仕事を見て、本パート終わりにしたいというふうに思います。メガネを取ったハニガン可愛いな。つって連絡先交換してくれないか。お目目パッチリだよね。本当。気になるのがさ、このここにあるさ、レオンいつ取ったのっていう話だよね。はい。ということで、無事クリアしましたと。チャプターリザルト。あ、すごい。ノンストップ脱出。あ、ダメージ受けてない扱いになるんだ。あ、なんかめっちゃクリアポイントもらってる。スプリンター。あ、はいはいはい。8時間以内クリアね。ハードコアを A ランク以上で、熟練ハード。なるほど。あ、なんかメガネ。鉄の兜。これってレオンが被るやつなのかな？ニット帽、メガネ、ラウンド。ファイロ、ああ、マイク。はい。ああ、まあ来た。コスチューム来た。はいはいはい。これでプロフェッショナルクリアだね。あ、ラスト10分。一応10分なんだ。なんかもっとやられて。あれ死亡回数2、ああ、そっか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 。一回やり直してっからだ。うん。多分じゃあ4回死んでる扱いですね。はい。じゃあ進みましょう。はい。ということでね。最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、すいません。収録日がバレるあれがあったんで、まあ別にバレたところで何の問題もないって前も言ったんだけどね。はい。ということで、こんなのが解放されてますんで、あれだね。こいつ解放しとかなきゃいけないね。早速もらった。これで、プロフェッショナルクリア目指しておきます。はい。じゃあね、また明日何やるかお楽しみに、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。これ、ウェスカーのサングラスかな？ね、な気がするよね。はい。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。バイバイ。